衝撃、干上がる、中国の深刻すぎる水不足、その隣の大国も。現在、世界の人口は70億人を突破し、2050年には90億人に達すると言われています。人口の増加は水の使用量の増加を意味し、今後さらに必要な水の量は増える見込みです。中でも世界の人口トップ2となる中国とインドでは、すでに深刻な水不足となっています。今回はそんな中国とインドの水不足の現状をお伝えしたいと思います。中国のウォータークライシス。国際的な基準では、国地域で一人当たりの年間に使用可能な水資源量が1700立方メートルを下回ると、水ストレス状態となり、500立方メートルを下回ると、絶対的な欠乏状態とみなされます。現在の中国では、一人当たりが年間に使用可能な平均水資源量は約2000立方メートル。しかし、その8割は南部地域にあり、北部は深刻な水資源不足に陥っています。特に、北京と天津、河北省は人口1億1200万人を要しますが、その水資源は深刻な水不足の警戒ラインを大きく下回ります。また、不足しているのは一般家庭で使用する生活用水だけではありません。工業用水の不足も深刻となっています。経済発展に伴う水需要の急激な高まりが、事態をより深刻化させています。中国政府は南部の水資源を北部に輸送する南水北調プロジェクトのほか、海水の淡水化プロジェクトも進めていますが、そのプロジェクトの水資源をすべて北京と天津、河北省に注ぎ込んだとしても、当地の水不足の改善には至らないとのことで、根本的な解決には至っていません。海水の淡水化についてもエネルギー消費が大きく、今のところ現実的ではないようです。循環型社会への転換や汚染対策、灌漑事業、耐寒性農作物の開発などを進めていますが、なかなか進展はないようです。今後は限られた資源を有効活用する対策の確定が中国政府の喫緊の課題となっています。史上最悪の水危機のインド。中国の隣の大国、インドでは、約13億人の人口のうち、6億人が水不足に直面しています。清潔な水を確保できないために、毎年、なんと20万人もの人が死亡していると言われます。史上最悪の水危機、と表現される中で、2050年には人口が16億人を超える見通しの中、抜本的な解決策を講じることが急がれています。インドで水不足となっている主な原因は汚染によるものです。政府の政策策定機関、インド行政委員会の報告書によると、インドの水質は調査した122カ国中、120番目であり、かなり低い水準となっています。インドの国内の水の約 70% が汚染されており、下水整備も進んでいないことから、排水の3分の2が下水処理場ではなく、池や地下水などに直接流入し、汚染の拡大が進んでいます。汚染の被害が特に顕著なのが、ヒンズー教が聖なる川として崇めるあのガンジス川で、基準値に対して5倍から13倍の大腸菌が検出されたとのことです。生活排水や工場排水、火葬された遺体や遺灰がそのまま流されていることが原因で、すでに沐浴に適した水質ではないとされています。また、インドでは、5億5000万人以上が屋外で排泄しているとされており、
トイレの整理が進まない実態が水質汚染を進めていると指摘されています。一部の州ではここ数年水質管理基準で目立った向上が見られますが、政府による対策は散発的で、政策目標を実現させるほどの真剣さに欠けるという見方もあります。今後は政府側が問題の解決に向けて真剣に取り組むことができるかが注目されています。以上、中国とインドの水不足の現状についてお伝えしました。同じ水不足でも原因が異なっており、それぞれの原因に合った対応をすることが待ったなしの状況です。なお、実は日本でも水資源は一部の地域で枯渇し始めています。私たち生活者としては、綺麗な水が手に入るありがたみを実感し、節水に努めることで少しでも水不足の解消につなげることが大切です。